はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。もうすぐ2時ですね。10月は26日の土曜日でございます。お昼ご飯を食べてですね、ビール券料3回いただいてですね、ふわっとするんでですね、何をしてたかというと原稿がありました。いや、ふわっとした方がね、原稿ね、はかどるんですよ。というか、なんというかこう、余計なことを考えませんからね、わーっと思った通り、ゆーっとこう文章を作っていくと、その方が早い。早いしね、とんがったことを言うんですよ。もちろん、そのまま出しませんよ。そのまま出しません。後で、冷めた時に、きれっと読み返してですね、言い過ぎたところは丸めてですね、まあ、それで全体的に整えてですね、で、出すんですけどね。いやちょっと酔っ払ったぐらいはちょうどいいですよ、私の場合。文章を書くには。喋るのはね、やっぱしね、酔っ払っていない方は、まあそうですね、ビールの一缶ぐらいがちょうどいいかなっていう感じですね。やっぱり解放されますんでね、人間ね。シラフの時っていうのはどうしてもこのなんていうか、いろんなこう制限を考えてしまうんで、ちょっとあれですね、おもろいこと言うのはちょっと入ってた方がいいかなっていう感じがしますね。別におもろいこと言うのが仕事ちゃいますけどね私の場合は。さて、昼ご飯を食べながら読んだ記事の一つでございまして、JB プレス、今日出ました西村金一さんという方、これ自衛隊の OB さんですね。ほんで私が知りたいと思っていたこの前のですね、10月14日、中国軍がですね、台湾を取り囲むようにして行った演習がありますね。やつらはですね、連合利権 2024B という名前を付けたそうですけども、これについてのですね、まあ、軍事専門家の解説記事なんですね。日本メディアを手玉に取る中国軍連合利権 2024B 統合演習の虚と実というタイトルの記事が出ました。でですね、この方は元軍人ですからですね、まあ軍事面で解説をしていただきました。やっぱりあの時私ね、13時間でね、封鎖訓練は絶対おかしいと。そんな封鎖訓練ちゃうやんというふうに。封鎖訓練って長くて辛いもの、封鎖というのは長くて辛いもんなんですよ、海上封鎖というのは。そんなもんね、13時間で何やねん、それして遠足やないかと。で、そもそもその13時間で終わる予定ではなく、何かアクシデントが生じたんちゃうかと。つまり失敗こいたんちゃうかと。いや、過去にそういう実績があるんですね。2022年に、ペロシさんというアメリカのですね、下院議長がですね、台湾を訪れた直後に行われた、台湾を囲う演習をやったんですけども、その時にはですね、本土からミサイルを飛ばしたんですけどですね、ミサイルがうまく飛ばなくって変なところに行ったんですね。日本の EEZ に落ちたりしたんですね。で、中国一生懸命言い訳してましたけども、ですね、そこでミサイル訓練が中止になったと。というような事実があります。その後、習近平はぶち切れてですね、ミサイル軍を大粛清したんですよね。国防大臣まで飛ばしてしまいましたよ。まあ、それはいいんですけど、その前歴があるんですよ。あるいはね、空母フーチェン、ちゃう3島か。3島という空母があって、今回参加してません。遼寧っていう一番古い空母が参加してましたけど、3島の飛行甲板に穴が開いたという事件があるんですね。これは公表されていないんで、事実かどうか確認はできませんけどもですね、まあ奴らいい加減ですからね、基本的に。だからそういう変ななんか事故が起こって途中でやめたんかいなと思ったらですね、この西村金一先生はですね、そもそもそのやる気がなかったんちゃうかと。つまり演習をしたぞというふうなことだけ発表する訓練ではなかったから。台湾に対する脅しですね。地図が発表されました。台湾を囲むような。で、その各海域ですね、台湾を囲むこの海域でやった。に、何隻船が来てるんやということを冷静にこの人、分析してあるんですね。せいぜい2、3隻やろと。で、臨検というのはね、そういうの、なんていうかな、あれ一匹逃がさないぐらいの体制でこう囲うんですよ。今までね、私が知ってる限り、台湾みたいな大きな島を過去で海上封鎖した例はないんちゃいますか。あるとすればね、第二次世界大戦の最末期ですね、1945年のですね、春以降ぐらいにですね、日本列島全体をですね、アメリカ軍がまあ緩やかに囲んでいたという感じがありますね。
まあ、それぐらいかなと。あるいはまあ沖縄戦の時に沖縄をぐるっと囲いますよね、もう上陸する時に。まあ、あれはあの封鎖というよりも上陸作戦の援護用語ですけどね。まあ、そういった例はありますけども、台湾ぐらいでかい島をですね囲った海上封鎖なんていう作戦はないんちゃうかなと。あの前にも言いましたけども、1980年代にナポレオン戦争っていうのがあって、この時にイギリス海軍はフランスのこの大西洋側のですね、いわゆるイギリス側の海をの港を全部封鎖しました。海上封鎖しました。確か地中海側はやっていなかったと思います。大西洋側は全部封鎖してですね、その封鎖艦隊っていうのはもうその毎日行ったり来たりするだけなんですよ。港に船が入ってけえへんか出ていかへんかっていうのを見張ってるだけなんですね。辛い長い任務ですよ。でよう考えたら台湾みたいなでかい島をね海上封鎖するとなったらね、それこそね最低でもね200隻から300隻こう西村先生も書いてますけど、それくらいの船を出してかなりこうあの綿密にやらないとですね、あの抜け穴だらけになってしまうんですね。でやたらと第三国の中立国の艦船に対してあのなんかあの変なとこ飛んでって言ってすぐに撃沈するわけにいかないでしょ。そんなんしたらですね、避難号が浴びるから、あすぐにあのあれ無線で警告して、これ入ってくるなと、いや入ってくるんやったら臨検するぞとかいうようなことをやったりしなあかんわけですから、物理的にかなり難しいんちゃうかなと思う、こう思いました、この先生のあれを読んで。で、実際、その各海域に来てる船、中国の船ってのは2、3隻やろと。で、さらにもっとこう海岸に近づけば、台湾から地対艦ミサイルってあるんですね。あの地上から発射して海にいる船をこうやっつけるという。ウクライナ戦争でやってましたね。ウクライナ側がですね、なんたらっていうミサイルを発射してですね、黒海にいるロシアのですね船を沈めてましたね。あれです。あれをですねやられるんでですね、おいそれとは陸に近づけないんちゃうかというふうにお書きになる。まあ言われてみればその通りですね。で台湾には地対艦ミサイルがあります。で地対艦ミサイルというのはあの基地から発射するのもあるんですけども、あれトラックの後ろに積んで移動式で行けるんですよ。しかしどこから出てくるかわからないそうでしょ。なんで危なっかしくってあんまりあの地上には近づけないとしたらですね、さらに莫大な艦船が必要になってくるわけであって、で今回のこのですね演習というのはオラやったぞという公共同士に過ぎないんちゃうかと。だからあっという間に終わったと。あの13時間っていうのは行って帰ってくるぐらいというおっしゃってましたそしたら別に封鎖ちゃうやんという、ああそういうことかと。あの途中で事故が起こったのかどうか分かりませんよまだ。でもそもそもがですねこうやったというアリバイ作りの演習であるという可能性もありますね。まあいわゆる苔脅しですね。まあその説もかなりこの先生の西村先生の記事を読むと、ああそうかと納得ができました。はい。ということでこの JB プレスですね、日本メディアを手玉に取る中国軍連合利権 2024B 統合演習の虚と実というところのページ、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。